今回は、隠し撮りでの3悪人。監督は、黒澤明。1958年の作品です。戦乱の世に、山名家に滅ぼされた秋月家の隠し財宝と、失踪した雪姫の行方をめぐり、一旗揚げようと戦に参加した百姓の太とまた七、さらに謎の男、六郎太の3人の、冒険の物語です。出演は、三船敏郎、千秋実、藤原かまたり、上原美佐ほか、巨大な城のセットと、群衆シーンは圧巻の一言、エンターテイメントに徹した、痛快時代劇です。